私たち嘘ついてないもんねね,ねタロット占い師のめくり太郎です見事的中見事的中見事的中今日も勝手に裏っちゃうよ小林真弥さんの暴露は本当思い込み余計なお世話ですよねほんと余計なお世話なんですけどんな余計なお世話好きですよね そんな私と意見の合う方はぜひチャンネル登録をお願いします。個人鑑定の方ではですね、皆さんのお悩み一つ一つに的確に気持ちの後押しをさせていただいております。鑑定の申し込みの方は概要欄の方ご覧ください。今日のお題はこれ小林真也さんがですね、パート1、パート2ということで、元ね、夫の方の公式 YouTube の方で、近尾美蔵さんについてのね、今までの責任な思いを語られました。 これ本当なんですかねっていうことでね、思い込みなんじゃないかっていうことでね、どっちかということでね、それを占ってみたいと思うんですけれども、まあ、どういうことを言われてるかというとですね、まあ、妹のね、若くてね、亡くなられた、ま央さんは、エビゾウさんと離婚したがっていた。まあ、そういう相談をですね、お姉さんはう、 の、マヤさんは受けていたということをおっしゃっていました。で、まあね、これは、エビゾうさんなんか、今また問題になってますけどね、浮気なのではないか。まあ、離婚したがっていたと、おっしゃっていました。で、次、この歌舞伎役者の市川エビゾうさんが、まあ、問題行動。な、どんなことをしてたかというとですね、この、マオさんの入院されてる病室でですね、競馬新聞を広げ、競馬を楽しんでいた。マ、ま、オ、あ、さんのご家族、まあ、マヤさんはじめお父さんお母さんがいる中で、そういうことをしていた。 ま、これが考えられない、ということをおっしゃっていましたけれども、ま、これもね、どうなんでしょうかね。ま、あの、この緊張感をね、何て言うんですか、病室の緊張感を和ませるためにこういうことをあえてしていたか。ま、いろいろね、憶測ありますけれども、ま央さんが亡くなられた時にですね、高いマンションを借りたばっかりだったのにな、っていうようなことをまおっしゃっていたということで、もう言われた方という方の、ま、こう、受け取り方とね、受けた側のこう、感じで全くいろいろまだね、変わってきますからね。うーん、難しい。 ブログの方にですね、メイト、オイの写真を禁止、まあね、載せないでくれというふうに、エビゾうさんに言われて、なかなか載せることができなかった、おっしゃっていました。まあ4月からですね、数始術のオンライン講座をやられるということで、こういろいろなそういう観点からも見て、こういうことをおっしゃったのか。どうなんですか私は真実しか言ってません。 このスピリチュアルカウンセラーの旦那さんですね。元旦那さんとの相性はどうなのか。結局ね、離婚はしたとはいえ、今もまだこの公式のね、YouTube の方で今回のこのね、まあ、暴露をね、したということなので、まだ関係は続いている。まあ、旦那さんが言うには紙切れだけの問題だというふうにおっしゃっていました。この辺りのことも、占ってみたいと思います。ではまず今回の、この暴露が、本当なのかというところで、占ってみたいと思います。 占うでござりまするよろしく頼んだよカップ」の「7」の逆は今まで疑問に感じてたことに答えが見えたもう迷いがなくなったということの意味を表すので今回のことはかなりのリアリティをマヤ、ま、さんの中ではあるっていうことですね。 まあ、あと、これを言うっていうことを決断したっていうこともあるだろうし、えー、ペンタクルの8なので、まあ、コツコツ積み上げて、それを成し遂げるっていう、まあ、努力のカードなんですけど、まあ、今までやっぱり抱えてきた思いをずっと閉じ込めてたけど、まあ、それをずっと我慢してた。 甥いとか名刺さんのことを考えてたっていうところもあるし、まあもちろんね、妹のことも大事に考え、もう亡くなられてる方ですから、こういうことを言うのはあんま良くないなっていうことを思ってたという思うから、ああ、結構真実味がありそうですね、これは。うん、ソードのページだから、いろいろな情報を集めたり、まあそれの逆だから情報を集めきれずに、ちょっと、うん、なんだろう、その情報に踊らされてるみたいなような意味合いもあるから、 まあそうだねだからやっぱりえー、かなりリアリティのある話になってきてるってことですねこう真帆さんのなあここそうか話自体はかなりリアリティがあるけれどもちょっと待ってこれだから思い込みかどうかっていう可能性もちょっとあるねまだまだ続きます、えー 想像の6その現状とは違うもっといい方向へ進む成功が約束されているというかまあ現状よりもっとね違うところで成功するというような意味合いもあるのでそうだなこれ思いい込みじゃないねこれはもし思い込みですかっていうことでこの平穏な気持ちとかを表すカードが逆に出てるから思い込みだったらそういうことは ま、こう出るはずだから、思い込みではない。うん。思い込みとしての、まあ、これはあのー、未来の展望を見るみたいなカードなんだけど、逆位置で出てるから、そうですね。これは、思い込みではなくて、本当にリアリティのある話に、なのかなえ、じゃちょっと待ってください。これを一つずつじゃあ見ていくと、まずじゃあ最初の病室で競馬新聞を見ていた。 見てたことは、まあ、これはあの、正義のカード逆だから、優柔不断な気持ちとかそういうのを表すから、うーん、やってたかもしれないけど、これ結構、そ、場を和ませる的なことでやってたっていうようなイメージなんじゃないかなまあ、優柔不断っていう気持ちが、その、まやさんから見たら、なんでこんなことをするんだよっていう、こう、許せないみたいな、なんか、 いう、それを言うこともできないみたいな、こう、気持ちもあるんだけど、エビゾウさんの方からしたら、この今の自分の気持ちを、ね、その場でしん、まあ病室って結構ね、深刻になる場所ですからね、そこでなんか場を盛り上げるやっぱり芸人として何かやったっていうような意味合いがあるんじゃないかな、これは。まあ、だ、だけど、やったっていうことには変わりないのかな。あ、次、マオさんが亡くなった時にご家族の前で、エビゾウ、 さんが、まあ、こんな高いマンション借りたばっかりなのに、みたいなことを言っていたっていうのは、ここからが大事なので、見逃さないようにね,ねうーん、ナイト。ワンドのナイト。これ、急速に。でも、これはそうだなぁ。 さっき本当かもしれないって言ったけど、これ本当なんだけど、ま、なんだろう、う勢いがすごく立ち止まる的な意味合いだから、ん、そういう意味の話じゃなかったんじゃないかな。あれちょっと思い違いな、あ、思い込みもちょっと入ってきてるんですね。話がちょっと膨らみすぎちゃってるとこがあるのかな、これ。写真問題。 <laughs> うんこれ写真は事実っぽいですね力を表す力の正位置だからこれはあそのすごい大変なこととかでも自分の力でなんとか抑えていくとかいうこうなんだろう流れに身を任せて生きていくみたいな意味合いだからまあこれはちょっとそういうリアリティがありそうですね写真っていうのはなんかうん言われたんだろうねきっとこれは。 そうか。本当ではあるけど、言ってる内容の一部は思い込みも入ってきてる。うーん。え、その思い込みは、やっぱり旦那さんの影響ですか。旦那さんの影響ではないね。旦那さんの影響っていうよりは、ワンドのクイーンだから、の逆だから、ちょっと自分、なんだろうな、こう。 感情的になりすぎちゃって、ヒステリックになりすぎ、もうなんかちょっと抑えきれない思いで人に言いすぎたりとか、なんかそういうような意味合いとかもあるから、そうですね。だから、うーん。やっぱり自分の中の思いがちょっと耐えきれなくて出ちゃったっていうのが、多分いっぱいいろんな誹謗中傷とかもあっただろうから、そういうのがいろいろ重なっちゃって、自分の中でいろんな気持ちが変化しちゃってるで今回のことになっちゃった。 からまあ、思い込みではあるんだけれども。なんかその人から言われてそうなっちゃったっていうわけじゃないね。この件に対して海老蔵さんはどう思ってますか？<laughs> バンドの7。なるほど。<laughs> まあこれはあの優位に立ってるって状態だから、海老蔵さんはなんかそんなになんか。あの、はあどうしようやべえな。これっていう感じになってるんじゃなくてまあうん。まあね。 なんだろうな、あの、見たまんまのなんか余裕なイメージな感じなのかな。だから今回のこの暴露によって、そんなに、まあまた今不倫じゃない、なんて言うんですかなんか、いろいろ、SNS を使ってなんか、ナンパしてるみたいな、まあでも、別にあの、結婚してるわけじゃないからね。それ自体はそんな悪いことではないような気もするんだけど、一つのスキャンダルの一つみたいな感じだね。なんか、だからエビゾーさんの中ではそんなに、ああ、やばい展開になっちゃったなっていう気持ちがない。 マヤさんとスピリチュアルカウンセラーのアキラさんとの相性を占ってみたいと思いますだって多分こんなことしちゃったらなんとなくもうね海老蔵さんとのつながりっていうのはちょっと難しくなっていきそうですもんねあじゃあここは相性を占うコートカードだけでいってみたいと思いますここからが大事です。やめー 2人の関係性はやっぱりキングとナイトだからじゃあマヤさんの方がやっぱりちょっと主導権を握ってるんだねなんか操られてるみたいなみんな世間のイメージはあるけどどちらかというとお姉さんが弟を見るみたいなイメージなのかな同じ資質があるってことだよね価値観がやっぱすごい似てるんだねこの2人はだから す、いつも一緒にいる。なぜかって言っまあ、ペンタクルっていうね、二人ともその、これ価値、価値を表すカードなので、これがお互いにいい方、あの、同じのが出ているってことは、やっぱり同じ方向性がある。ただ、なんか逆に出てるから、今、その、価値観は合ってるんだけど、進む方向性がなんか違ってきちゃってるのかなあ、きらさんはすごい、まやさんのことは大好きなんだよね、やっぱり。大好きなんだけど、 やっぱりなんか洗脳されてるとか色々なんか影響されちゃってるとかいうことを言ってたけどそうでもないね。なんか、まやさん自身はしっかりしてる人ですね、これは。うん。だから姉さん要望。 みたいな感じなんだけど、やっぱり、こう、協力関係がうまく二人の中でできてるうちは、多分この二人の関係はいい、すごくいい相性っていうことですね。だからやっぱり、価値観とか感覚がすごい似てるから、な、なんていうんですか、そこが共感できるから、コンビというか相性としてはすごくいいお二人だと思います。さて、真実はどういうことだ鑑定の申し込みの方は概要欄の方をご覧ください。